まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。バルザン選手の機械装置壊れちゃったみたい。試合は白熱してきたな。おや、カーベ選手は遅れてやってきたようだ。そうだ、そのまま冠を置け。君の欲する全てが手に入る。誰だ、頭の中で喋るな。君なら私を失望させない。わけがわからないぞ。妙だな。